はい、えー、こんばんは、アリサです。ちょっと今日は、あの、怖い画角でお送りしてるんですが、<laughs> えー、車の中でございます。はい。ちょっと私ね、今日一日、えー、出かけておりまして、ちょっと一級速報と、あと車の移動とかでしかあんまり見れてなくて、 えーっとね、2回は見て、えー、っと、9回、最後の方はちょっと見たんですけど、4回に石川隆也さんの、えー、ホームランで、えー、先制されまして、の次の回に、えー、カリステ選手がタイムリー、追加のタイムリーですね。それで、えー、7回に、えー、細川選手に、えー、スリーランホームラン。 で、5点をね、もう先制されてしまいまして。まあ、ヤクルトはね、相手ピッチャーの高橋博人投手に全くね、もう歯が立たなかったですね、ほんまに。3本しか打ってないし。結構、それも結構、もうあれやったんちゃうもうずっと、こう、三者凡退賞。2回にオスナがヒットで出たけど、他は多分ね、もうほぼ三振もう3者連続三振とか、やばかったよ、マジで。 もうなんか、えげとなかったから、もう、あ、なかなか攻略できんなと思ったんですけど、さ、えー、9回の最後の方に、あのー、結構ね、あの、高橋宏斗投手が、もう関東行くぞっていう感じで、あの、9回にもマウンド上がったんですけど、結構ね、あのー、100球以上を超えてたから、エラーとかもね、あって、結構チャンス広げて、まあ、 村上選手のファーストゴロの間に、えー、意地の1点。は、ね、い、オスナ選手2点タイムリーで、その後、ピッチャーが、ええー、と、ライマルさんに変わって、結果的には三振だったんですがで、最後の最後で点数を取るというね、はい、まあ、感じでしたけども、はい。 まあね、ちょっと昨日の試合がめちゃめちゃ5時間超えで、えー、っと、ヤクルトはもう4点先制して、4点リードでそっからもう追いつかれちゃったから、結構ね、あの、うわなんかちょっと嫌な感じの流れというか、まあ今日はちょっと勝った方が、ちょっと流れ的にもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあね、相手ピッチャーの高橋投手をなかなかね、もう攻略できずに、はい、抑えられたなって感じでございます。いやね、私ね、山本投手は今年ね、すごい、 今年というか、結構私はね、いいと思ってるんですよ、山本投手。だからね、結構、あのー、積極的に使ってほしいなと思ったし、昨日の9回にも、まあ、私的には、山本投手か石山投手まあ、今その、田口投手がいない中で、まあ、守護神が多分日替わりというか、そんな感じだと思うんですけど、まあね、石山投手か、山本投手とか、なんかなと思ってたんですけど、まあ、昨日ね、あのー、なんか、 同じような場面が確か12回にもあったんですよ。同じ打順とかで。そう、だから山本投手とか出すんかなだったら、まあ、その前に打たれた木沢投手が、まあ多分リベンジとかで上がったんじゃないかなと思うんですけども、まあ結果的には打たれちゃってね。うん。まあ今日絶対山本投手出すやるなって思ったんですよ、私。しっかり出してましたね。でなんか失点しちゃってさ、なんかもう悪いイメージばっかつくやん。なんかそれもなんかちょっと、うん、まあ打たれる山本投手も悪いかもしらんけど、 やっぱなんか違うんよ。なんか一歩遅いんよ。一、ワンテンポぐらい遅いんよな。って私はずっと思ってました、昨日は。はい。今年、今季初の柴田投手が一軍に上がって。まあね、失点しちゃったのすごいもったいないし、結構ストレートとかも高かったり浮いてたりしたと思うんですけども、この上がってきたチャンスをね、私は掴んでほしいなと思います。はい、柴田投手。まあ今日はもう高橋博人投手に、まあ乾杯かなと私は思いますし、うん。 やっぱ、ね、最後の最後で、意地をまあ見せてくれたなんでね。それを次、次の DNA 戦次、ハマスタかなこれ、筒子さん出てくんじゃないこれ、あ明日カツオさんや !3 勝3敗の、あの、いい勝負だと思うので、ちょっとハマスタ、えー、攻略して、えハマスタで、えー、しっかりね、流れを取り戻してほしいと思います。はい。まあね、あの、昨日はちょっと言えなかったんですけど、ヤクルトね、単独3位なんですよ。あ落ちてるあ、5位でした。あ、5位でした。<laughs> はい。5位に落ちちゃいましたが、まあね、まだまだ差は全然ないので、あの、取り返していってほしいと思います。はい。ちょっとごめんなさい。今日感染、あの、取れなくて申し訳ないです。はい。と、ちょっと昨日ね、あの、めちゃめちゃ投稿が遅れて、本当に申し訳ございません。じゃあ、明日は、活動じゃあ、最後はアリサの墓で締めましょうか頑頑頑。頑張って、頑張って、頑張って、GO! 頑張って、頑張って、頑張って、 は、墓って何ちょっと待って <laughs>。墓調べていいちょっとごめん。なんか、墓がちょっとごめん。あのー、なんとなく字が分からん。ごめん。ちょっと待って。ちゃんと調べるわ。ちゃんとやるならちゃんと調べるわ。あー、頑張って、頑張って、頑張って、あー、頑張って、頑張って、頑張って、あー、うー。